メグロレンとラウールのジャニーズ愛炸裂ブログでファン対立平野翔が脱退前に明かした本音が再び物議に。9月18日、有料会員サイトジャニーズウェブ内のブログで、スノーマンのメグロレンとラウールが投稿した内容が賛否を呼んでいる。メグロさんは、去年くらいからオファーがあるとタレントに相談してくれる体制になった、と綴り、ただの商品ではなく一人の人間として丁寧に扱ってもらえていると、現在のジャニーズ事務所やスタッフに感謝していました。ラウールさんもパリコレへの出演希望を事務所が叶えてくれたことなどで、事務所内で不自由な瞬間は本当にゼロに近い、とジャニーズ愛を語ったんです。ジャニーズファンの女性、ブログが公開された後 SNS 上では、こう言葉にしてくれて、そして、事務所との連携を教えてくれて、ただただ、ついていくよの気持ち、これは素のだけじゃなくて全てのジャニーズファンの力になるような、そんな内容だよ。本当に素敵な事務所だね、と、目黒とラウールの投稿に元気をもらったというファンが多く見られた。一方で、やっぱり1年くらい前から体制が変わって自分の思い通りならない人たちが辞めたのね、